明けましておめでとうございます。そして今年もよろしくお願いいたします。というわけで、ハローウィマンです。カレンシャロー2022年一発目の動画はご覧の通り、マーライオン公園からお届けします。番組のロケ感がすごい。シンガポールと日本のお正月の過ごし方の違いとか、個人的なお正月の過ごし方とか、新年の抱負について語りながら散歩する動画ですね。というわけで、皆さんもぜひ一緒に観光気分を楽しみください。よくシンガポール観光地の混み具合について聞かれるので、現在レポートしますけど、まあガラガラです。いつも通りって感じで、時刻は6時半ぐらいなので、ちょうど夕日が綺麗です。一人で来るのもったいないぐらい綺麗。2022年も一人であちこち行きます。お正月の動画だいぶ遅いなって思うでしょ。私も思うんだけど、なぜかっていうと、年末の方はワクチンの副作用であまり取りだめできなくて、で31日はイカゲームばっかり見て1日2日大雨だったんですよ。1日中大雨って感じで、外で撮りたかったんだけど撮れなくて、私は1日で撮るとき2、3本撮るんですけど、2日間雨だと5、6本撮れたってこと。5、6本のチャンスを失った私は全ての配信を押すことになってしまいました。なってしまいましたっていうか、まあ私のせいでもあるんだけど、でも最近その大雨のおかげだからか涼しくて25、6度くらいです。結構涼しい、綺麗な景色。あ、私邪魔、ごめん。今日も南国です。ではいつものランニングコースを戻るという感じで、おや、ここはまた焼き芋、栗と焼き芋、でも焼き芋だね。 Big Japanese Sweet Potato、 懐かしいガッチリマンデー思い出す。こちらは Asian Civilizations Museum っていう博物館の近くで、このような橋をよく私は走ってました。懐かしいな。でこちらはシンガポールリバー、よく見る川です下手くそすぎじゃない、リバーは川でそりゃそうだって感じで、まったくもうやめてほしいよ。本題に行きます。シンガポールと日本のお正月の過ごし方の違い、日本だとおせちとか年越しそばとか、食べ物以外でも紅白だったり、いろんな文化があります。しかし海外だとニューイヤーイコールアルコール飲んで、みんなでワイワイしてカウントダウンして終わり、そこまで伝統とか習慣がないので、ニューイヤーは何やってんの、遊ぼう遊ぼうみたいな感じのノリは多いですね。私はないんですけど、友達いないから。でも日本でお正月過ごしてみたいもんだよ。寒い中みかん剥いてこたつのぬくもりを感じてやってみたい、そういうの。なんかやってる。へえ。シンガポールの年始といえばマリーナベイサンズのあたりで花火があるんですよ、盛大なカウントダウン花火。でも今年もコロナによってまたなくて、代わりに島中のあちらこちらの方で花火が行われました。シンガポール側もその盛大なクラウド集まりとかを避けるために花火も中止にしたのに、今年はなぜかクラークキーで大混雑大騒動みたいなのがあって、皆さんもニュースであちこち見かけると思うんですけど、クラークキーで大変なことがあったらしく、変なクラスターにつながらないことだけを私は祈ってます。海外あるあるなんだけど、1月1日は祝日なのね。なのでお正月はお仕事を休み、でも1月2日からは普通の平日っていうか日にちに戻るので、今年は運よく日曜日でしたが、もし1月2日が月曜日とかだったら普通にお仕事始まってます。でもいいの、ここは旧正月を盛大に祝うから、旧正月本番をライライとか頑張れ。こっちが全部飲み屋とかレストランで、ここがオフィス街、ラップルズシティの駅ですわ、あっちら辺フルートンホテル、そしてその先にマーライオンパークマリーナベイサンズがあります。川沿いをずっと歩くと、ラッフルズからクラークキー、クラークキーからリバーバレーに着きます。ほら、もうラッフルズじゃなくて、なんだっけ、クラークキーの方見える。新年早々グダグダなんですけど、動画が突然だけど、私の大晦日の過ごし方、 I watched the whole season of Squid Game in one day. Yeah, that was like 8 hours of sitting through the whole season. But it was really fun. I enjoyed it. やっと見れたのよ、イカゲーム。2021年以内にはさすがに見たいと思って、
やっとお休みをもらった31日に見ることができました。おせちも食べましたし、お正月は書き初めもしましたので、ぜひ突然ですが書き初めの映像もご覧ください。今年もやってきました。今回もお手本がないのでネットのを参考に書いています。まずは迎春、ほらこの縦線が中途半端でなんかって感じですよね。で春もちょっと失敗しちゃって2画目の長さが圧倒的に足りずバランスが崩れてしまいましたけど、なかったことにしてもうどんどん書いちゃってます。一発勝負なんで、はい、次に進みます。次はこれ前も書いたかもしれないけど笑顔、これ笑顔の絵ってバランス難しいですよね。空白があればあるほどどこに筆を置けばいいのかわからなくなってくるので、ちょっとそれもあんまり綺麗じゃないんですけど、まあ見逃してください。ただかすれないようにしたのでそこは良かったです。これもねかなり太い書き初め用の筆なのでコントロールが少々難しかったです。最後は初夢という字、これはなんか可愛い字だからお気に入りです。今年は変な初夢を見たので後でそれについてもお話しするんですけど、はっと思い出して初夢書きました。最後はこんな感じです。やっぱお手本ないと難しいわいやお手本あったら綺麗に書けるのかって言ったらそういうわけではないので、久しぶりのお正月書き初め楽しかったです。今年はもうちょっとお習字できるようになればいいなと思ってます。はい、以上で毎年恒例の書き初めだったんですけど、日本にいたら書き初めとかあの羽のバドミントンみたいなのとかやるよね。みんなやってる？あれってどれぐらいやるのかな。あんまり日本でお正月を過ごす友達とかそういう人を知らないから、何が普通で何がアニメとドラマの世界だけなのかがいまいち分かんなくて、皆さんのお正月の過ごし方とかもしあの教えてあげてもいいよっていう方いらっしゃったらぜひぜひ教えてくださいみんな動画撮ってる。なんかね観光客軍団がいるんだけど、ワッフルズの歴史について話してた久しぶりにツアーガイド団体見たかも。あれ聞いて思い出したんだけど、私よく観光していた時家族みんなで観光するんですね。私が小さい頃はよくつけてもらってたんですけど、大きくなりつれ自分で勉強したりルール部とか持ってツアーガイドなしで観光することが増えました。でもやっぱりツアーさんのお話って面白いじゃないですか。運がいい時、横にツアー団体がいる時、私は空耳で盗み聞きだね、盗み聞きして英語で話してるからそれを日本語に訳して家族になんかツアーガイドっぽくツアーするっていうのをやってました。まあ、どうでもいい話すいません、それ思い出しちゃった。あ、クルーズだ、クルーズすっかんからんじゃん。あまり人いないね。歩くだけでこんなぜいぜいハーハー言うんだって。ここら辺道が広いからジョギングもそうなんだけどサイクリングとかもよくしてます。最近サイクリングハマってるから、あ、それ今年の抱負それにしよう。今年の目標、サイクリングを上手にできるようにすること。11月とか10月あたりに初めて自転車乗れたんですよ。自転車持ったことないし乗る機会が全くなかったから、でっかい体してる割にはグタグタの周りの子供よりも不安定なおばさんだったけど、でも初めて乗れて、あ、これめっちゃ楽しいと思って、そこから定期的に練習するようになって、今年はもっと安定したサイクリングができるように漕ぎ続けます。それ目標だ、自転車の練習。去年短編映画を長いのあんまり出せなかったと思うんですよ。短編映画を1本は載せたいですね。どんな短編映画するかまだ決めてないし、台本も書いてないし、どういう映像どういうストーリーかも分かんないけど、もちろん撮影クルーとかいないから一人でもできそうな、でも面白くてなんか自分のクリエイティビティを見せられるような作品を1本は年内に作ってみたいです。2つ目の目標、トンネル。動画だとそれぐらいかな。もっと映像制作っぽいの出せてきたらいいなと思います。本業の方ももうちょっと頑張りたいから、今年はちょっともしかしたら動画投稿サボってるのかっていうペースになっちゃうかもしれないけど、そういう時は本業の方やってるんだなとさせていただければなと思います。でももちろん両立できるように頑張ります。お仕事、バイト、動画投稿、映像制作、いろいろやりたいことが多すぎて困っちゃうんだけども、でも全部やりがいあって楽しくて何か成長につながればいいなと思ってます。
歩いてるだけで息切れ。やっぱりマスクあるとね、マスクのせいにしてると。結構ゆっくりなんだね。イカゲームをずっと見てたから、初夢もサバイバルだったんですよ。イカゲームと紅白よりジャニーズカウントダウンを見てたんですね。恥ずかしいんだけど、なんかカヤッキングのサバイバルやってて、島をオーダーしなきゃいけなかったの。って言ってもシンガポール内のなんかちっちゃな島なんだけど、チームメイトが全員ジャニーズで、やばい、キモいな、ごめんごめんごめん。いや、でもね、誰が出てたとか覚えてないのよ。しかもそんなになんか嬉しくなかったの、私は。マジかよ、カヤッキングかよって感じで、なんかヒーコラ漕いでたの覚えてます。またツアー団体。そのジャニーズとのカヤッキングサバイバルで一番不思議だったのが、ジャニーズカウントダウンに出てない松潤がなぜか夢に出てきて、特別好きとかでも何でもないんですけど、すいません、なんかすごい失礼なこと言って、勝手に夢に出してる割には。そう、それが変な初夢でした。皆さんの初夢はどうでしたか？私の夢の舞台って全部シンガポールだから、それもまた不思議ですよね。たまに羽田空港でパッキングしてるとか、なんか日本に行きそうな夢見るんだけど、夢って自分の願望を叶えられない時に夢の中で叶えるっていう心理があるらしくて、よく私飛行機に乗る夢とか空港に行く夢とか見てるんですよ。だから本当にもう心の底から欲望が出てるんだなって思います。ちなみに私は今こちらクラークティーにいます。そろそろ帰ろうかな。以上で私の新年一発目の動画はマーライオン公園で挨拶からの散歩雑談でしたが、いかがだったでしょうか？去年はたくさん見ていただき本当にありがとうございました。今年も皆さん安全でハッピーな笑顔あふれる一年になりますように。というわけで今年もよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。